はい、どうも、制御チャンネル TV です。今日は芸能フォーカスです。キャンディーズを語ります。キャンディーズはもう、すごかったですよね。昭和の本当に僕、小学校の高学年ぐらいはもうね、大ブレイクしましたね。小、中学のもう3年間はもう、僕の周りは、キャンディーズ、ピンクレディでしたね。で、この今日はキャンディーズを語ります。先日ですね、某局で伊藤蘭さんがですね、ますますご活躍でテレビでキャンディーズのことを語られてたんですけど、いやーなんか懐かしいなと思いながらテレビをしみじみ見てたんですよね。なんといっても私が一番印象に残ってる曲は年下の男の子ですよ。ちょうど小学校、いやもう卒業中学の1年に上がるぐらいじゃなかったかな。あのイントロもうね、タンタラッタッタンタッタッタッタンタッタッタッタンタッタッタッって来てくるか、ギターがガッガッガッガンタランタランカランカランカランタントントンってこう入ってくるんですよ。これはすごかったですよね。穂口雄介さんっていうこの作曲家、実はこのキャンディーズっていうこの3人はですね、実はあの東京音楽院、まあ皆さん多分テレビを見てた方はスクールメイツって多分知ってると思うんですけど、当時あのいろんな歌手の後ろで踊ったりとか、してたその東京音楽院の生徒さんだったんですよね。その中の3人、この3人をピックアップしたプロデューサーっていうのが松崎すみおさんといってですね、アウトキャストという、GS グループで活動された名手、渡辺プロダクションで当時は、プロデューサーとしてキャンディーズをプロデュースするんですよね。で、このアウトキャストというグループサウンズのバンドの中でいた水谷公男さんという人と、それから穂口雄介さんというこの人たちが、この3人がですねバックアップしてキャンディーズを世に送り込んだんですよ。ですから楽曲もですね、本当に楽曲の編成というか、もう本当にその編成するスタッフがみんな支えているスタッフがとにかくブレーンがとにかくすごくて、ブレーンの期待に見事に応えた3人組がこのキャンディーズだったんです。ねえ。伊藤蘭さん。ねえ、田中佳子さん。藤村美希さん。この3人はですね、当時は本当に、その芸能界といってもですね、渡辺プロダクションというのは本当にこう名手をたくさん生み出すスーパープロダクションでしたから、このいかにしてこの松崎すみおプロデューサーという人がすごかったかっていうことなんですよね。で、この松崎すみおさんという方はもう私の堀越高等学校の大先輩にあたる方で、本当にミュージシャンからプロデューサーとして君臨される、アミューズのですね元会長されてた方で、本当にすごい方なんですよ。で、この方がキャンディーズをプロデュースして、このね穂口雄介さんっていうこの作曲家の方もすごいし、水谷公男さんっていうこのアレンジされてた方も本当にすごいんですよ。で、私あの穂口雄介さんも、水谷公男さんも今、SNS で交流させていただいてるんですけども、もう本当に僕は特にこの水谷公男さんという方のですねアレンジ能力やら、穂口雄介さんのこの楽曲能力、
やっぱり僕はこのさっき言った年下の男の子は忘れられない名曲なんですよね。そしてとにかくバックのブレンですよね。キャンディーズのバックバンドをやってたのがスペクトラムっていう、あの本セクション、新田一郎さんがやってた本セクションがバックをやったりとか、クオリティが本当に高くて、楽曲も本当にリズム&ブルースだったりとか、本当にブルースを基盤にしたような楽曲をどんどん提供していった中に、年下の男の子春一番ね、こういった名曲が出てくるんですよ、ね、ハートのエースが出てこないとか、いやもう懐かしい楽曲がいっぱいあって、このキャンディーズの魅力って僕はハーモニーだと思うんですよね、3人のとにかくハーモニーがねぴったりと、もうなんかこう個性際立つというか、もう3人しか出せないこのハーモニーがあって、これは後々ですねトライアングルとかそういうグループがですね継承していく形になるんですよ。それぐらいなんかこう、トリオというグループでこのコーラスを高く作り上げていく、この手法っていうのがですね、この松崎純夫プロデューサーのすごい手腕だったんじゃないかなというふうに感じます。ラストにねなった微笑み返しって曲がございまして、これ僕高校の1年生ですよ、寮生活をしてた時にですね、この曲を聴いて、なんかね本当になんかメジャーな曲なんですけど哀愁があるんですよ。なんかもう寂しいというか、あもうこれで本当に、キャンディーズは去ってしまうんだなって、普通の女の子に戻りたいっていう、ことがその、歌詞の中に描かれてて、なんか最後のメロディーもね本当に哀愁がある。ああいう曲ってなんかこう当時ねレコードたくさん邦楽のレコードを聴いてて、ちょっとこう耳にしたことがないようなこうメロディーラインでしたよね。メジャーなのに寂しいっていう、そういう曲でした。だから高校時代その僕が一番悩んでた時期だったんで、その曲を聴いた時に、すごくなんかこう寂しくなったんですけど、あなんかこうみんなこう巣立っていく、新しい世界で、今までやってきたことさよなら、次の世界でまたっていう、なんかねそういう、まあ青春時代に、なんかこう、心にすごく残った曲でしたね。そのね今日はあのキャンディーズって言ったら、僕私の中ではね藤村美貴さんなんですよ。藤村美貴さんね、実はね私の住んでた世田谷のですね、下北沢に住んでらっしゃってですね、あのなんといってもね僕らの同級生がみんなその美貴さんに会えるんじゃないかってご自宅の前をうろうろするんですけど、まあまず会えないんですよ。まず出てこないんですよ、出待ちしてても。そりゃそうですよ、やっぱ警戒しますよね。そりゃもう当時絶頂期に売れてた藤村さんですから。ところがね僕が行くと会えるんですよ。なんかじゃないけど僕は会うんですよ。だから僕ってもう素晴らしいないつも会えてってみんなに言って、じゃあマッコロと行ったら一緒に行ったら会えるんじゃないかってんで行くんですけど、僕が誰かと行くと会えないんですよ。だけど僕が一人で通ると必ず会うんですよ。これ不思議なもんで、こんにちはっていうね、不思議なことがありましたね。だから本当に僕の住んでた下北沢の近辺はたくさん芸能人が住んでらっしゃったので、特にキャンディーズはもうそこを通ると、ああ藤村美貴さんの家だって、もう目と鼻の先にね萩本欽一さんの事務所があったりとか、そんな思い出がありますよ、蘇ります。とにかく藤村美貴さん、ねもうとにかく人気が絶頂期のキャンディーズでしたから。
そんな思い出もありますね。あとね、やっぱり一番ね、この僕がキャンディーズでふと思い起こすのは、当時は某局でですよ、キャンディーズのファンの若者と親御さん、その熱狂的にキャンディーズキャンディーズって言ってる若者と、それの親御さんがですね、まあいわゆる対立する、なんて言ったらいいのかな、昔で言うと一対一のリベートじゃなくて、もうね、こうすごい意見を言い交わす番組があったんですよ。それぐらい社会現象というか、とにかく親はそんなことに熱中しないで勉強しろと、スポーツをするとか、なんかもっとないのか他にと。それに相対して若者はキャンディーズ命なんだと、キャンディーズなんか俺たちの青春なんだって言って、これ言い合うという番組があったんですよね。これ僕ね、今でもね、キャンディーズって言うともうその番組が忘れられないんですよ。それぐらい熱狂的にキャンディーズを応援してた若者は多かったっていうことですよね。まあ、僕はどっちかといえばキャンディーズというよりもピンクレディーの方がすごく印象にあるんですけど、ただそれだけキャンディーズは長い時間やっぱり、芸能界で、昭和の芸能界でですね、とにかくいろんな番組に出て、メディアの露出はすごかったので印象に残ってます。とにかくね、楽曲はとにかく、楽曲作詞そして編曲、これ本当にね、このアウトキャストという GS に行った人たちがもうなんかとにかく魂を込めて作ったようなサウンドだったんですよね。それだけはですね、皆さんね、ぜひね、頭にこうインプットしてですね、キャンディーズをもう一度ね、聞いていただけたらなというふうに感じてます。45周年から今年、ちょうどキャンディーズをですね、水谷公男さんが語られたラジオなんかもございまして、ちょっと特別に今日はキャンディーズの3人を語らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。鈴木ちゃん TV でした。Delight.